マスコミの報道しない自由をからかいつつ、皆さんと情報を共有することで日本の正常化を目指しております三宅チャンネルかっかり、今回は1週間を振り返る増刊号ドドーンと始まります。3月13日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショーも地獄のチューリップの歌、高らかに朗らかに歌っておりました。今週はさすがに国内の県別の過去最多というのはほとんどなくなりましたが、お隣の国韓国の新規陽性者はなんと62万人を超えちゃいました。しかも前日その前の日と比べてなんと22万人増えているんです。いずれにせよお大事にといったところです。ただそんなお隣の国のアイドルグループが今週有観客でのコンサートを開いちゃいました。もちろんお隣の国の皆さんが我がこととして喜ぶのはそれはねどうぞっていう感じなんですが、なぜかこれを日本のニュースやワイドショーがニュースとして伝えているんです。とりわけ TBS はコンサートが始まる前の令和4年3月12日のまるっとサタデーでの事実上の宣伝を皮切りに、まさに連日のように伝えておりました。 TBS がコンサートを大成功として伝えた VTR には客席が映し出され、そこでペンライトを持っているお客様、一瞬スポットライトが当たったその姿は密でした。仮に TBS が日本社会のための放送局であるならば、コンサートを開きそこは密の密でありながら、そして62万人の新規陽性者をカウントしながら、それでも社会を再起動しようとしているご近所の国がある。こうした海外事例として伝えるべきではないかと私は考えます。ところが TBS のニュースやワイドショーと言いますと、アイドルグループ BTS とそのファンの快進撃が止まりませんを伝えるだけで、一方日本社会視聴者に対しては、新型コロコロニュータイプ怖いよ、おっかないよ、よしもうこうなったら奥の手だ、後遺症と大騒ぎしております。その論旨においてはだからステイホームという感じです。名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております昼下がりのワイドショーゴンゴスマには、今しれっとコメンテーターが GoTo 名古屋でスタジオ復帰なされておりました。またテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーもスタジオにしれっとお一人コメンテーターが復帰されております。まん延防止等重点措置の解除は連休明けの22日からのはず。そして何よりまだ解除は早いんじゃないかなんて専門家がニュースやワイドショーにご出演されている中、自分たちテレビの皆さんだけはちゃっかりともほ解除しちゃっているんです。つまり彼らテレビの皆さんというのは、俺たち上級国民だから何でもやっていい下々の皆様はステイホームと、視聴者をこう馬鹿と思っているんじゃないかという疑惑がうっかり確信に至りそうになってしまいます。テレビには日本社会の公共のために日本社会の参加者の放送電波を貸し与えているに過ぎません。もしもしの携帯電話会社と比較したときに、文字通りただ同然のお安いリーズナブルなお値段で放送電波を貸し与えているのもあくまで日本社会の公共のためです。しかし彼らテレビの側の上級国民だという快進撃が止まりません。令和4年3月14日ホワイトデーの朝、元北海道道議会議員で現在は各種ネット番組で8面6匹のご活躍をなされております小野寺勝さんのこんなツイートが私のタイムラインに流れてきました。モーニングショーの社員さんというのは何なんだ、ウクライナ危機に関する主張はスカスカでトンチンカン、まん延防止対策解除の報道時には政府の新型コロコロ対策の不甲斐なさを見ると、この国で核保有や軍隊保有など絶対無理と脈絡もなくご自身のイデオロギーをぶち込んでくるわ、さすがテレビ朝日クオリティだわーい。録画ですかさず確認したところ、まん延防止等重点措置の適用にせよ解除にせよその基準を変更したことに対するテレビ朝日社員さんのお分からまさんだの
お説教のようでした。しかし、これは見下げ果てるまでの論理破綻になっていたんです。皆様大好きなテレビ朝日の社員さんが指摘するところというのは、まん延防止等重点措置が発令されている中で、その基準を変更するということは、そもそもの設定、基準が間違っていたんではないか。そして、間違っていたならば、間違っていたという説明がない。よって、そんな国で、核の保有や軍隊の保有はできないという主張です。だが、ちょっと待ってほしい。まず大前提を確認しておきますと、新型コロコロニュータイプというのはニュータイプなんです。故に未知、知らないという設定がありました。加えて変異株です。初めは未知でも繰り返せば基地、すなわちすでに知っている状態になります。確かに次にどう変異するか、これは未知です。ただ変異したことが確認されてから市中に広がっていく中で、そこで確認されていく毒性、つまりどれだけおっかないかどうかということ、これが分かった後はもはや未知ではなく基地、すでに知っているに変異していきます。だからオミクロン株始まっちゃいましたと最初に確認されたのが南アフリカで、これが11月末だとすると12、12ともう3ヶ月経過しているんです。だからこの3ヶ月前の方針をチェンジと変更するのはむしろ自然、当然の話です。だから英国、フランス、アメリカはウィズコロコロに変異しております。この英仏米というのは言わずと知れた核保有国であり、軍隊も持っております。つまり基地、すでに知られている話を並べていっただけで完全論破されてしまうお話を、テレビ局の社員さんだという人物が、お前からもさんだ垂れ流してるのが日本のニュースやワイドショーだということになるんです。また、とりわけこのテレビ朝日のモーニングショーという番組は、お隣の国の経営貿易を素晴らしいなんて絶賛しておりました。しかし、17万人、32万人、そして今週ついに62万人の新規陽性者を数えたこと。これらについては、報道しない中。今週と言いますと、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんと、プロコメンテーターとして八面六臂のご活躍をなされている橋本徹さんのダブルトールがネットで話題を集めておりました。いわば、ウクライナへの全面降伏を呼びかける敵なみたいなっぽい主張をされているのがダブルトールのお二人で、ここにテレビ演出家のテリー伊藤さんも参戦しました。オールナイトニッポンでおなじみのラジオの日本放送の番組の中で、お電話でご出演いただいたウクライナの方に対して、上から目線だお説教を垂れていたようです。もちろんみんな違ってみんな良いのですが、ニュースやワイドショー方面ではなぜかロシアの方を捕まえて、プーチンさんに戦争をやめろと言ってくれなんてことは言いません。なぜロシアの皆さんにお説教を始めないのでしょうか。白がこう言ってます。残酷だなおい。はい、私もロシアの皆さんが盛大にプーチン大統領をいかんあかんと批判した暁には、そのご本人はもちろんながら、そのご家族、ご親族、ご友人などに類の類が及ぶかもしれない、その可能性は理解しております。何が言いたくてこれを指摘したかというと、ニュースやワイドショー、そしてダブルトールに代表されるウクライナは全面降伏しろと論旨においては繰り返す人たちが、その逆を言わない時点で言いやすい方にだけ言ってるということになるんじゃないか。すなわち、いじめのロジックじゃないかという可能性を指摘しているんです。いずれにせよ、ロシアによるウクライナの侵略戦争が日本に、ジャパンに突きつけた課題は実にとんでもなく大きいものがあります。同時に語弊を恐れずに言うならば、これを帰化としなければなりません。なぜなら、敵も去るもの引っかくもの、にゃーお左翼様たちには今すでに別の目論みがあるという疑惑が、でかーん。先ほど小野寺まさるさんが突っ込んでいた、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんのくるくるミラクルなロジックというのは、新型コロコロ対策から唐突に核シェアリングと軍隊の保有、これを否定してみせました。軍隊は憲法改正を指すと思われます。
これに呼応するかのように国会方面では立憲共産党の皆さんが核シェアリング憲法を改正、これも乗っけておこう、原発再稼働に対する反対の論陣を張っているかのようです。これは状況証拠からの仮説に過ぎません。ただニュースやワイドショーなどでご活躍なされておりますお左翼系コメンテーターの皆さんと立憲共産党の皆さんの主張がシンクロすることはとても多く、いずれも杉の子案件ではないかという疑惑を抱かずにはいられないんです。ただだからか議論そのものを潰そうかという動きが各所で確認できちゃうんです。しかし今はネットがあります。令和4年3月15日 BS フジテレビプライムニュースでの保守界隈の輝ける虚勢で荒らせられる桜井よし子先生の発言が有名ツイッター民ピーチ太郎セカンドさんが切り出して拡散してくれたことで今ネット上で広く共有されております。桜井よし子先生、私は慰安婦問題で強制列行ではないと言い続けバッシングを受けましたが、今日本国民はその事実を共有しています。何十年かかっちゃいましたが、気がついた人には気がつかないという人に責任があります。今広く国民と核共有をいかにしたらできるか、非核三原則を根本から見直さないといけないんです、なんて発言が保存され共有される時代になりました。だからこそ知ってる人は情報を拡散し共有し議論を深めなければならないんです。そして発言が保存されると言いますと、今週も言っときますか、これが発覚したのが令和3年8月9日のことでした。テレビ朝日はプレスリリースを出し、そのプレスリリース直後のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでは、皆様大好きな社員さんが申し訳ございませんでしたとした上で、話長えよ。この長い話をググッとまとめますと、調査委員会などを立ち上げてその報告をつまびらかにすることが信頼回復の第一歩だということなのですが、あれから7ヶ月の月日が経ち、今週の番組の中でもこの報告一切合切なかったなかった、また来週のでした。やっぱりこんなこと考えてるのかもしれません。はいはい、視聴者なんてのはね、所詮馬しか、そしてね、スポンサーの皆さんの対からですね、ご愛顧いただいておりますなので、結局スポンサーの皆様だってあれかな、あれ、まあまあね、いろいろなことを言っていただいてもね、悪名は無名に勝るというわけで、笑顔いっぱい服いっぱい、もうね、悪口でもなんでもね、ご支援が出ましね、ご支援が出まし、ご支援が出ちゃいました、ご支援バレちゃいましたと、冗談はともかく、信頼回復を目指さないテレ朝は論の外としても、いじめのロジックで番組を作っているフジテレビ、さらには日本放送、これらいずれもからは電波をミョイって取り上げて、消えた、消えた、やったーと、やっぱりするしかないんじゃないかななんて考えてしまう一週間の始まりでございます。今週も正しく恐れて頑張っていきます。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに行ってください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。増刊号恒例謎のギターのコーナーが始まるよ。次回も見てくれるかな？ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
中へ安倍晋三完全消滅説というものが出ながらモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。もっと番組は最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんぽー。私がパーなのでチョキを出したあなた、週の頭から縁起がいいや。サインはブイ、おめでとうございます。そしてパーを出したあなた、違いますね、週の頭のエナジーチャージハンドパワーまとめてのミミ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 ミ。そしてグーを出したあなた、がんばっ。それでは本当のバイバイ。